この2人とちょっと1イニング対決したいと思います。ここであなたを打つ高校生のままじゃねえぞ。前回のホームランがフラッシュバックしてるみたいですね。ナイス。はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。鳥山和也です。尾崎孝成です。本日はプロレスの技ではなくて2回目ですね。今回は、ゴムボール、よくコメントで見たいですとか、ゴムボールもうちょっと扱ってほしいですっていう声たくさんいただいたので、ちょっと定期的にやっぱゴムボールについてもやっていこうと思います。今回は、ゴムボール打つ方をやりたいんですけど、向井選手と前回やった時に、いやいやゴムボールを打つなら俺たちでしょっていうやつらが、いたんで、その2人をちょっと連れてきました。いやいや松田さん、ゴムボールって言ったら僕でしょ。どう考えても小中高ゴムボールやってましたから。僕エリートだ。あ、ソフトボールエリートですよ。僕実績はないんですけどね。それ言ったら松田さん、僕もゴムボールって言ってます。そうか、はい、中高、はい、そうです。それはちょっと先に向かい出したら本当悪かった。いや本当先に僕です、まあ、先にこいつです。その実力を、まあ、ちょっとちゃんと見せてもらわないと、まあ、ちょっと打ち方、飛ばし方、はい、見て学ばせてもらおうと思います。はい、はい、それではどうぞ。はい、それではロングティーの方を打っていきたいと思います。お願いします。はいよ。高校以来。高校以来ですね。ってんな。よっしゃ。入っちゃうんですか。ほら、入った。まあ、僕のイメージは、まあ、ちょっと潰すイメージで。やっぱり川と違ってこう接地面長いんで、ボールを潰すイメージで、まあ、綺麗な回転をかけていくっていうイメージで打っていました。入っちゃいましたね。シュート回転のかかったいい打球がいってると思います。今のよかった。ナイスバッティー、最高です。わかりますかね、こう打球がシュート回転していってるの、これバットが内から出てる証拠だと思います。自分は今使えるのか分かんないですけど、ビヨンドマックスって分かります？分かります？あのここ柔らかいやつ、アンリーボンもすごいすごいだよね。柔らかいものと柔らかいものすごかったんですよ。一世を風靡したんですよ。ナイスバッティー。まあ、ゴムと皮の違いを言うとしたら、多分多少刺されても力があるバッターが飛んでいくと思うんですよ、ゴムは。でもなかなか皮だと差し込まれてしまうと、まあ、なかなか飛ばないんで、まあ、そこがゴムと違うとこかなと、ゴムと皮の違いかなと思います。いいシュート回転ですよ、松田さん。まんまみーや。ドーン。ゴムの方が高くついてる。ゴムの方が良さそうですね、僕。ちょっと来年から転向するかもしれません。ドーン。うわ、泳いだけど入ってしまうんです。ありがとうございます。こんなライナーも入ってしまうんです、皆さん。やっぱゴムといえばって言ってたもんね、自分で。もうゴムは任せてください。これも
っちゃうんです。すごいな今日。本当いいね。ありがとうございました。お願いします。芯を角度をついて芯で打ったら入るんですけど、ゴムボールだとやっぱりちょっと潰れちゃう感覚もあるので、しっかり強くバットをくっつけて押し込む感覚というかね、ちょっとガッていう感覚で。グーが大事ね。はい、グーでいってます。すごいね。はい、やばくない？それ高校とかさ、どのぐらいホームラン打ったの？練習試合とか合わせて全部大体。いわかんない、わかんないです。ちょっと50本。これ1本よ。そうでしょ。いや本当50本でやばくない？バットは何使ったの？バットはクロテックです。クロテック、お前の時代はクロテック流行ってないでしょ。流行ってなかったっすね。古いでしょ。え？僕しか使ってなかった。よ、どんな？めっちゃ飛びましたね。86? 6です。今の弾道で入っちゃうの？入っちゃいました。やばくない？すごいね。なんかゴムはやっぱライナーのこと感じするな。あーそうですね。弾道ちょっとつけすぎるとね。はい、変わりすぎるとあんま止まんない。いやすごい。フェンス越えるまでずっと伸びてたじゃないか。ちょっとなんか上から打ってるように見えるの。気のせいも。上からちょっと上手に打ってます。あ、やっぱり。はい。はい、この二人のロンティーいかがだったでしょうか。もうパンスパン柵越え行ったと思います。で、ここでですね、この二人とちょっと1イニング対決したいと思います。で、ルールはその1イニングの間に1点取られたら負け、1点取ったら勝ちという、ちょっと簡単なルールでやってみたいと思います。で、実戦さながら、まあ、状況によって送りバントだったりするかと思うので、まあちょっと攻撃の参考になったらいいなと思います。それではやってみたいと思います。どうぞ。先頭バッター鳥山行きます。マサさん、あのタワーボールの今回覚えてますか？あの時の二の舞にさせますよ。マサさん、ビビってるんですか？ショットフライ。いや、ワンチャン全然ヒットゾーンやん。お願いします。これやったぜ、これや、コースだってこれや。コース出さんよお前。コース出してよ。お酒で、お飲み物頼むぜ。いつまんないですかお前。これや、これや。
け。カモンマトさん、うわーすげえ、低い球だな。高校生のままじゃねえぞ。いいボールよ、松尾さん。おい、いいボール。ナイス、ナイス。ランナー1塁。はい、どうぞ。どうしましょう。まさきが身を挺して海に出てくれた。ここであなたを打つ。ゲッ。力みましたね。力を抜け。スコアリングに置きたいとこですね、ここは。どうにか。萎縮してますね、ピッチャーも。多分前回のホームランがフラッシュバックしてるみたいですね。ほい、ほい。ほい、ほい。ほい、ほい、と見つかけた、送りバック。ランナー二塁。お願いします。よっしゃ。お先、俺が送った分、しっかり返してくれよ。へい。スタートランナー二塁ですよ、松尾さん。いや。打球の入り注意で。はい。キャッチャーよく止めた。パスボールランナー3塁。すいません、松尾さん。よっしゃ。次取れなかったら俺たちの勝ち。いや、松田さん、乾杯でした。ありがとうございました。次、もし対決があったら絶対打ちます。次の対戦の時までにはヘルメットのサイズ合わせてこいよ。わかりました。ということでね、ロングティーは本当にバッティングね、参考になったと思います。で、まあ実戦形式でも、長打が出ればよかったんですけど、まあ出なかったということで、次回への持ち越しということになりました。まあこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネルの登録の方よろしくお願いします。それではまたね。ヒラキンソフトボール TV では、これからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy softball!